お客さんからのオーダーの車両なんですけども、お客さんのオーダーの、まあ、内容といいますか、まあ、インジェクションスポーツで2人乗りができる、であとはもうある程度お任せさせてもらえるっていうことだったんですね。で一応まあ僕の中で、イメージした感じだと、ストリートスクランブラー、はい、まあ、トライアンフでそういう名前のバイクありますけど、まあなんかストリートスクランブラーっていう感じで、でお客さんも昔トラチョッパーとか乗ってたらしいんですよ。だけどまあ今回買うのはインジェクションがいいということだったんで、はい、まあ、やっぱりまず一番はやっぱりマフラーですね。作り込みも本当大変でしたし、やっぱりこうチョッパーっぽさを出す上で、あとはまあそのスクランブラーですかね、まあその辺を作る上でやっぱりアップマフラーっていうのは最低限、まあ条件といいますか、その全体のイメージの中でのそのスタイルの中ではすごい重要になってくると思うんですけど、やっぱりそうですね、マフラーでかつ、まあ、やっぱりうちが結構好きなそのナローで作るっていう感じですかね。なるべく幅を寄せて、はい、作るという。バランスですね、全体の。なんだろう、やっぱりインジェクションスポーツっていう元々のモデルっていうのがやっぱりラバーマウントになってる関係で、フレームの剛性が上がってたりとかで、もうとにかく全体的にごついんですよね。もうサイズもやっぱりエボスポに比べると一回りぐらい大きくなってるし、だそれをいかに細くバランスよく見せるかっていうのが結構大変で、でやっぱりどうしてもこの後ろ回りっていうのが太くなってしまうんですよね。だそれを、まあ、極限までこう後ろのこのリアのパイプは作り直して細く見せてっていうのと、あとはそうですね、ただ、車体がやっぱりごついんで、じゃあ例えばタイヤを細くしてとかってなっちゃうと逆にアンバランスになってしまうんですよ。だタイヤはタイヤでもともとノーマルの太さなんですけど、まあ、インチアップして少し軽快に見せて、でタイヤは太いんですけどそれに合わせて外装を選んでってっていう感じで、そこら辺のバランス取りが結構大変でしたね、やっぱり。はい、まあやっぱり配線ですね。もううちは配線周りがもう得意分野なんで、でインジェクションなんでやっぱりコンピューターがついてて、でたくさんの配線があって、それをいかに見せないようにするか、だからもう配線メインハネさんも全部このメインフレームの中に隠してます。このパイプの中を通ってるんですよ。であとはこの、プラグコードとか、はい、あとはやっぱりこうインジェクションなんでスロットルボディ周りに結構その配線が集約してるんですけど、それも全部このメインハーネスの中、メインフレームの中に通して、もう全然見えないように、してますね。